リッキー直のレッツ深呼吸ってことで、今日は11月28日火曜日、ゲストに D51 のヤスと、ね、カヨト君カヨト君はコーラスでね、はい、そうですね、カヨト君お招きしてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやいやいや、もう久しぶりの収録ってことで、はい、今日はなんか特別にね、画像も撮ってもらってるんですけどね、もういつもだったらツイキャスで生でね、うん、コメントいただいたりしてるんですけど、今日は、まあ、YouTube ね、Ustream の方でってことで、ご覧いただいてますけど、急な収録だったもんですから、今日11月28日火曜日は収録って知らない人も多いし、ツイキャスで見れるだろうと思ってる方もいるんですけど、この番組の一つ前の5時台の番組で多分案内してると思いますから、それを聞いた方はご覧になってると思います。よろしくお願いします。いや、久しぶりですね。久しぶりです。でもね、最近結構活躍されてて、いやいやいや、もうありがたいことにね、はい、CM とかでもよくね聞きますしね、はい、まあ時期的にもまた何学園祭シーズンってことで忙しいんじゃないですか。そうですね、まあちょっと落ち着いたんではあるんですけど、まあ、今年夏とかは特にも沖縄のお祭りとか大きいお祭りとかすごい出させてもらったりとか、うん、で、まあ、県外も学園祭で呼んでもらったりしたんで、うん、はい、すごい楽しかったです。学園祭とか実際ね、僕らは学生の頃、もう昔の学園祭だから、うん、あれなんだけど、どんなですこの雰囲気とか。どうですかね。でもなんかその沖縄の学園祭ってすごい盛り上がるんだなっていうのは感じます。あ、沖縄はなんかやっぱお祭り好きなんですかね。なんかみんなでこうワイワイしよう感が沖縄の学園祭はすごいですね。はい、まあ、沖縄でもね、まあ学園祭いくつかねやってると思うんですけど、はい、まあ、今日は収録ってことで11月28日以降の沖縄での学園祭ってあります？いや、以降はないですね。もう、もう終わっちゃってるみたいな。はい、あ、そうですね、まあ、先日3日前のね、25日の三栄メインプレスのね、はい、1時からの行かれた方もねいると思うんですけど、まあ、ね、子供のねたちの今っていうかですよね、はい、そういう結構まあ今、貧困の子供とかね沖縄でも問題になってるそうです、ね、あれあると思うんですけど、まあ、それにね呼ばれてるってね、まあ、ライブしたっていうことで、はい、まあいろいろ僕も久しぶりなんでね D51 の懐かしいなと思ってチェックしてたんですけどね。はい、そうなんだよね。2003年の6月レッツトライの手売り5000枚からスタートしてるから、ね、手売り5000って聞いたらすごいですね。今考えたらそうですね。でもほぼ毎日1日3ステージとか4ステージ歌ってたんで、うん、もう結構だから夏とか超辛かったですね。もう太陽がすごすぎてねえ、お客さんも木陰に入ってしか聞かないしみたいな、ストリートでね、はい、その頃からカヨト君も、ね、その当時はマネージャーしてたので、うん、はい、でよく美浜もほぼ毎日、うん、そうだよね、うん、いたかなって美浜にいた。いや、なんか寒い時も覚えてる、うん、僕も、うん、ね、なんちゅうの、あれ控室じゃないけど、ね、楽屋にしてた、うん、カフェにね、そうそうそう、テラスでも座っててなんか寒かったっていうイメージもあるけど、まあ結構、ね、長い間やってたんだなと思って。そうですね、ね、2003年からだから、はい、デビュー14年目ですね。来年が15年ですね。お、はい、ね、あっという間、それともどんな感じ？いや、もうあっという間ですね。だなんか最初音楽やり始めて、うん、なんか10年やり続けたらすごいってずっと言われてて、うん、だなんか音楽の世界は売れるよりも続けることの方が難しいってずっと言われてたんですよ、うん、だからなんかあっという間に10年過ぎたんで、こうなんかすごい嬉しいっていうか、うん、
なんかすごいいろんな人に応援されてるんだなっていうのはすごい感じましたね。あの何でもそうなんだけども、僕ら、まあ、商売とか、うん、いろんな、まあ、ラジオもそうなんだけど、まあ、この番組も、今日が111回目の放送で、うん、丸2年過ぎたわけ、うん、あっという間なんだよね、うん、早いですね、うん、だからこれもやっぱり長く続ければ続けるほどどん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 認知されてきて、うん、まあ、今ツイキャスのね、あのリスナーさんでも県外の方多いし、うんうん、いつも本当に見てくれてるね、うん、もうリスナーさん本当ありがたい、うんうん、そうですよね、うん、本当に間に合いましたって言って、であの、ね、兵庫県の方とかね、うん、今あの車で見てますとかさ、うん、でコメントくれて、うん、コメントくれたりとか、うん、コインくれたりとかして、うん、本当にありがたいんだよね。だからまあまあ我々は、僕らはもう2年ちょっとだけど、やっぱりね14年っていうね、はい、中でいくつもねやっぱりこう波があるじゃない。まあそうですね。ね、ガーンってね。いやだって紅白も出てるじゃん。そうなんですよ。だから最初デビューして最初の5年の記憶がないんですよ。忙しすぎて。忙しすぎて何やってたか覚えてないですね。ああじゃあ思い出さすためにも、はい、ちょっとメモってきてるんで、このレッツトライのね5000枚の手売りから、はい、2004年の7月7日のトップオブザサマーのポニーキャニオンでね、はい、メジャーデビューして。はい、で翌2005年の2月にノーモアクライのあの極戦でね、はい、また紅白で、紅白でこれ歌ったんだっけ、うん、ノーモアクライ、はい、歌いました、ね、だからレッツトライから2003年2004年2005年っていうバタバタバタっとね、うーんね来てね、はい、わーっとこうもう爆炎祭も盛り上がったと思うんだけどね、はい、ただやっぱりミュージシャンとかもねいろんなあの芸能人とかもそうだけどこの浮き沈みがあったりとかして、でやっぱりこう売れなくなった時とか沈んだ時にこそあの本当のねあれがこうなんていうかな、まあ将来長くやっていくためのあの肥やしっていうかさ、そういったのができるような気がするんだけど、どんなでしたその間とかっていうのは。そうですね、でもやっぱ苦しい時期ありましたけどね、うん、そのなんだろう、やっぱ周りが結構プレッシャーかけるっていうか、僕ら的にはやっぱそのノーモアクライが売れた時もあんま自分たちのなんだろう自覚というか、なんか周りが騒いでるなぐらいのなんかスタッフが、うん、そんな感覚だったんで、で急になんかそのノーモアクライ超える曲作らないとダメだよみたいな言われたりとかして、うん、いやそんな言われてもみたいな。あまりがプレッシャーかけてくる。なんかそういう感じだったんで、まあ、その時間はすごいあのあれでしたね、すごい辛かったんですけど、でもなんかこう、まあ、デビューして5年6年ぐらい経った時にもう自分たちで曲を作ってあの好きにやっていきたいなっていうのをこう実行していった時にすごくあの気が楽になってきましたね。うん、そういうもんなんだろうね、いろいろね経験しながら、まあ、それをずっとね、あの加代田君も横で見ながらマネージャーしたり、コーラスしたりね。そうですね、コーラスしながらマネージャーして喧嘩もして、うん、やっぱしたあのするだろうね、やっぱアーティスト側の気持ちも分かるし、あの経営側の気持ちも分かるし、それがぶつかったりとか、うん、言い合いになったりとかもして、うん、今に至ってるっていう。だからね、はい、しばらくこう連絡、ね、してない時でも、うん、あれ加代田君どこ行ったのかな、何してんのかなと思ったら、あまだ一緒にいるじゃんみたいな。いますよ、ずっといますよ。コーラスでいたりとかして、はい、なんか嬉しかったよ、ね、いますよ今も。はい、頑張って。まあ、そんなこんなで14年経ってますけど、まああのね、最近またあのこれ WIM っていうの、はい、WIM って言います。 WIM っていうあの新しいね、あの、はい、ミニアルバムです、ね、ミニアルバムね、はい、9月20日に、発売されたってことで、はい、7曲入りかな。はい、そうですね、ね、まあ、ちょっとオープニングトークってことで、まあ、まず一発目、1曲聴いてみたいんですけど、WIM から、はい、これは去年に配信だけで出した曲で、うん、あのバイアリースっていうオレンジジュースの CM で使ってもらってる曲ですね、うん、あのトレジャーっていう曲なんですけど、ああ、
はい、いいですね、よく CM で聞いてますね。ありがとうございます。じゃあトレジャーをね、聞きながら一旦 CM 入りたいと思います。FM キノワンレッツ深呼吸、この放送はプレミアムウォーターワインバーセントマリーの提供でお送りいたします。はい、ってことで、トレジャー、はい、トレジャーです。バイアリースのね、はい、CM ソング、いい曲ですね。ありがとうございます。よく流れてますもんね。ね、CM 本当にね、耳にする、毎日なんか聴いてるような感じするんですけど、嬉しいです。はい、まあミニアルバムが出たってことで、はい、今ね本当にまたさらにノリに乗ってきてるっていうリーグ一なんですけど、なんか一時期は、はい、ね、ヤスがあの真夜中の A ランチってあ、ソロで、はい、今もやってるの？一応全然活動はしてないんですけど、前が10周年 の、うん、リーゴイチが10周年の時に、まあ、記念っていうか、うん、なんか区切りで自分がソロやるってやって、で来年が15周年なんですよ、うん、リーゴイチが、ね、だからその15周年の時にまたライブしようかなっていう、だから5年周期でやるわオリンピックより長いにしようかなみたいな。あ、真夜中のエランチは 5年周期で現れてくるんだ。やろうかなっていう活動するんだ、まあ、本当はやりたかったんですけど、うん、その10周年超えてからなんだかんだちょっと D ゴイチが忙しくなって、この準備とかライブとかもう全然できなくて、ファンからやってって言われてたんですけど、だからもう D ゴイチのワンマンで一曲 A ランチ歌うとかそういうのしてましたね、はい、いやいや、真夜中の A ランチってだから普通ね、歌詞ね、楽曲名じゃん、ね、曲名じゃん。そうそう、それがミュージシャン、アーティスト名、アーティスト名でしょ、うん、真夜中のエランチが、はい、周りからふざけてんなって言われる。いや、何この名前って言われるんですけど、なんか沖縄っぽい名前つけたくて、沖縄って夜中でもエランチ出るじゃないですか。なんかそれが沖縄っぽくていいかなみたいにつけたんですけど、真夜中のエランチにこだわって、うん、昼じゃなくてね、昼じゃなくても、夜中でも、うん、ランチってある昼のこと、そうそうそう、ことランチって言うんですけど、沖縄食堂夜でもランチってあるじゃないですか。あれ書いてるね、うん、A ランチ B ランチ、うん、C ランチってね。それが面白かったんだよ、うん、これ内地ないのかね、うん、ないないと思います。ないんだやっぱり、うん、沖縄独特のやっぱアメリカンの文化のやつなのかな、うん、多分、うん、もう未だにたまに食べたりするよね。します、全然しますよ。あのスープとかめちゃうまいじゃん、はい、ね、あの白いスープ、あれ A ランチとか B ランチ、なんなんですかね、美味しいっすよね。美味しい、うん、もうあれだからもう昔からそんな A ランチ B ランチ C ランチのスープってことで、うん、もう定番みたいなもん、うん、ね、それ以外だったらなんか許せない感じするよね、うん、あ、そうですよね。ある意味確かに、あれにね、うん、あの胡椒を振ってまずスープとサラダ食べてみたいなね、うん、そう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 、あ、そっか、最近そういうの食べたら懐かしいと思って、うん、あのゴッパチ沿いにある太郎だったかな、ああ浦添の、うん、あ、はい、あそこ美味しいよね。美味しいですよね。あそこも A ランチとかね、ボリュームは結構あるし、ああそうそうそう、うん、で店も昔改装してなんか新しくなって、うん、そうそう、もともとなんかカラオケ屋さんも一緒に入ってたところなんですけど、昔よく行ってました、10代の時、うん、俺最近知り合いから知って、うん、行って懐かしい A ランチ B ランチ C ランチあるじゃんと思って、で食べてみたら、うん、本当に懐かしくてうまくて、うん、で2度3度行くにつれちょっとこのアレンジしたいからさ、うん、チキンはいらないから卵を2個にしてとかやったらやってくれるんだよ。うん、こういうのが嬉しいなと思って。昔からあるお店です。向こう美味しいですね、ぜひ県外の方もですね、沖縄に来たら A ランチ B ランチ C ランチ、うん、置いてるところは少ないと思うんですけど、なんかね、ネット検索でもしてもらってね、出ると思います。食堂を目指して食べてみてください。ぜひぜひ。美味しいよね。美味しいですね。 あれはもう普通にもう一般受けするようなあれなんで、あとね、このウィムの、発売に、ちなんでっていうか、ライブツアーバンドツアーがね、はい、12月1日東京からスタートするということで、はい、東京大阪沖縄、はい、ですね、そうですね、12月1日が東京の渋谷ですね、12月2日が大阪、もうすぐ翌日なんだ、そうですね、で12月10日が、沖縄のアウトプットですね、はいです、はい、
これは3公演とも PM さんの問い合わせでいいのかな。あ、これ違うか。東京は、そうですね、東京は沖縄、はい、PM で、あ、沖縄のアウトプット12月10日が、はい、PM エージェンシーですね、はい、098-898-1331、12月1日の東京と12月2日の大阪は、はい、じゃあ D51 の、ね、オフィシャルホームページで確認していただいて、はい、問い合わせとお願いします。お願いします。もうすぐですね。そうです ね、もうすぐです。え、今日28日ってこと、うん、あ、もうすぐじゃん。すぐうわ、忙しいね。あ、もうこの放送を聞いたらもうすぐ問い合わせしないと、東京、ね、近郊の方、大阪近郊の方ね、ぜひ行っていただきたいなと思いますね。はい、前売りっていうか3800円で、はい、当日がプラス500円という形になってますので、はい、問い合わせしてください。で、あと12月の13日にマリエルオークパインね、クリス・マリエールパーティー、はい、ね、これも、12月13日の、19時からってなってますね。お一人4800円ということで、問い合わせ先は、098-886-3030 098-886-3030 ということですね。マリエール・オークパインさんもね、ね、いい、また CM ソングね、出てますね、マリエルさんのね、はい、ありがとうございます。オンリーユーね、はい、オンリーユーって曲なんですね。いい曲だよね、これもね。ありがとうございます。うん、これもぜひまた、ね、全国の方聴いてほしいなと思ってるんで、じゃあ、ね、安の方からまた、はい、オンリーユーも聴いてみましょう。はい、では、僕ら D ゴチのミニアルバム WIM からオンリーユー聴いてください。どうぞ。はい、ってことで、ね、オンリーユー聞いていただきましたけど、はい、これは、これ作詞作曲とかは、曲は俺とユー2人で作って、はい、で作詞は僕がしました。あ、はい、作詞も、はい、これどんな思いで。そうですね、まあ、マリエルさんから CM のお話いただいて、うん、なんかこう、まあ、結婚に合う曲がいいかなと思って、で、まあ、僕結婚してないんで結婚してるやつに話聞きに行って、どんな感じ結婚ってみたいな話に行ったら、なんか結婚生活してて一番楽しいのがなんかカップルに戻る瞬間があるみたいな。夫婦になると旦那と嫁だけど、なんかこうあのカップルの時の気分に戻る時がすごい楽しいっていうのを聞いて、あーデートしたとかね、はい、なんかそういう時の気分に合う曲作ろうと思ってその書いた曲なんですけど、はい、カップルの時に戻る、これはかなり結婚生活ね重ねていくと難しくなっていくんだ、うん、そうですよね。まあ新婚の間はさ、もうすぐ去って戻れるけどさ、うん、結婚ね20年とか30年とかなるとなかなか難しいかもしれないけど、うん、でも中にはそういうなんかおじいちゃんばあちゃんが手つないでる歩いてるシーンとか、うん、CM とかなんかね、ドラマとかで見たりしたら、はい、なんかいいよね。うん、そうですね。なんかキュンとくるよね。うん、ああいうやっぱり恋をしたいっていうかね。うん、まあ本当に結婚っていうのは他人と他人とのね、もうつながりで、うん、要は相手の親兄弟親戚もいきなりね、うん、そうすね、親戚になるわけじゃん。あれって不思議だよね、結婚ってね。そうですよね。本当に。ね。まあ、最近ね、加代田くんも結婚されて、うん、そうです、おめでとうございます。ありがとうございます。リンキさんも来ていただいて、うん、ね、新婚さんじゃん、本当に。そうですね、まだ新婚ですけど、うん、やっぱなんか変わらないですよ、カップルの時と、ただ親戚の家に連れていくことになったっていうか、今まではその違いだけで、うん、生活はあまり変わらない。割といつも会うたんび新鮮な感じ。いや新鮮でもなんか聞きはいい意味で使わなかったんですよ、付き合ってる時も。ああ、それのが延長してるような感じで、あ、自然体なの。自然体なので、ああ、全然彼女の方も奥さんの方も自然な感じ。自然ですね。名前が変わったぐらいで
その前からそんな気使わなかったですかね。一番いいパターンだね。なので一番いいパターン。そうなんですかね、うん、まだ1年目なんで分かんないですけど、1年目でもね、だってあの、成田離婚っていうのがあるからでさ、うん、結婚してすぐあの新婚旅行行くときにその本性が見えたとかさ、あだから要は恋愛中は猫かぶってて、で、うん、本音が本性が見えた途端も嫌になるとかさ、そんなパターンがやっぱり多くて、多分結婚する前から旅行も結構行ってたんですよ。なので新婚旅行行った時もいつも通りっていう感じですね。あ、じゃあいいね楓君ね。いいんですかね。ありがとうございます。もう2回目の結婚したいわ、こんな感じでしましょう。安もね、結婚したいね。そうですね。優もまだ独身でしょ。そうです ね、うん、あら T51 はもう次はまだね15周年に向けてちょっとテーマ結婚もね、いやえまだいい40ぐらいでいいかなと思ってるんですけど。じゃあ20周年ですね。いやでもね、やっぱり子供は早く欲しいっていうね感じもあるし、まあ東京とかこの都心都会に行けば行くほどこの結婚適齢期っていうのは上がってるじゃん。そうですね、30歳じゃまだ若いよとかね、もっと経験してからとか、40ぐらいで当たり前とかっていう感じだけど、どうなのかなと思うんだよね。まあ本当はねそのタイミングだと思うけどね、全てね。そうですね、いい人と出会って、もうすぐ結婚したい、家庭持ちたい、この子の子供が欲しいっていう形の自然な感じがね、一番いいかもしれないけどね。確かに、ぜひもう2人の結婚式の時も、はい、ぜひね招待してください。ぜひよろしくお願いします。ね、楽しみにしてます。いやいやいや、もう本当にね、もうこれからさらに忙しくなると思うんですけど、一度聞いてみたかったのがこの、はい、以前にね紅白出た時の、はい、まあ、記憶にあるかどうか分かんないんですけど、はい、2005年の紅白かな、あれ2005年の、ね、2月に、ノーマークライ、はい、僕さんで言ってその年でしょ。そうですね、2005年の紅白ってこと、はい、どんなですよ紅白って、このあの会場 NHK ホールのこの雰囲気っていうか。いやー、なんかすごいすごい雰囲気です。なんかいろいろ結構まあ、その時カヨダも一緒にいたんですけど、結構すごいよね。まあ、出演者のなんか大部屋みたいな感じで、テーブルになんか名前の置かれてて、何々様何々様で、まあほとんどそこに戻ってくる人多分いないと思うんですけど、本番まで。どこにいるの？車でいたりとか。車で近くのホテルとか撮ってるんじゃないですかね、多分。一日が長いので、多分その学園ずっと座ってるっていうのも、新人は特に居づらいですね。あの大御所さんが多いので、新人になればなるほど、もう早めの朝午前中からのリハなんでしょ。あれ当日リハだっけ、多分3日ぐらい撮られてて、リハが結構長いんですよ。何回もやったりとかしてなので、結構当日じゃないんだ。当日だけじゃないですよ、結構時間取られますね。へえ、こんなリハやってんだね、すごい怖くてね。で2つ舞台袖の控え室みたいなのがあって、もうそこはもう出演者が順番に出るところなんですけど、常に出てる司会者とかはもう舞台袖が控え室になってるっていうか、そこの空気はね、その時の司会って誰だった？中井さん、スマップ中間池さんも司会だったと思います。じゃあうちのあの話題で話したりとか、えっちゃんたちは喋ってたよね、中間池さん喋っとなんか、なんか元気みたいな、ハイタッチ、それハイタッチしてくださいって言われて、僕らちゃんと話したこともないんで。だってノーマークライの極戦でもそうじゃん、中間池。そうです、はい。スマップの人たちがもう常に出てるじゃないですか、なのでもう舞台袖に常にいるような感じですね。独特な空気は他の音楽番組では味わえないですね。結構ね、いろんなも音楽番組はほとんど出てるもんね。そうですね、一通り一通りね、
ダウンタウンのも出たしね。そうですね、出ました。ね、めっちゃ叩かれました、ね、結構叩かれた。そうですね、いいよね、あの、うん、ダウンタウンもね、うん、独特な、あの、なんていうかな、感じでこの東京に進出してきてるからね、いろいろ、まあ、僕ら、あの、吉本さんとのお付き合いもあるじゃない、うん、国際映画祭のあれでいろいろ裏話とか、このダウンタウンさんが東京に進出してきた時の話とかね、たまに聞いたりするけど、もう殴り込みみたいな感じなんだよね、東京の笑いにみたいな。もうそれで、まあ、あの、連れて行ったマネージャーさんが今のね、あの、大崎社長なんだけど、伝説の社長って言われてて、ダウンタウンを育てた社長ってことで有名なんだけど、いやいや大変だったらしいよ。うん、で、売れてきたら売れてきたで、あの、もう番組をとにかく選んだりとか、うん、もう台本通り、あの、わざと言わなかったりとか、ものすごかったらしいねそういう話をね、やっぱりちらっと聞いたりとかして、やっぱりね、音楽の世界もこういう芸能界の世界、お笑いの世界ももう戦いなんだなと思ってさ音楽番組すごいっす ね、収録も生放送も、うん、音楽もすごいじゃん、この、うん、戦いっていうかさ、あの、まあ、同じ音楽の世界にいるんだけど、この、あの、似たような感じの自分たちとね、この被るこのテイストのこのミュージシャンとかっているじゃない、意識するじゃん、やっぱり。で、そういった人たちとかね、どのあれとかいろいろあると思う。まあ、自分たちのこう、ね、カラー出すっていうのが一番やっぱり大変なとこかもしれないけど、ね、あの、ユーもいろんな髪型変えたりとかねもうどこに行くんだみたいな感じの一時期ね、うん、なってたけどさ、びっくりするもん、もう見るたんびさ、いろんな髪型してたもんね。面白いよね今どんな、落ち着いてきてる？今は普通の感じですよ。 そう、はい、あれ全部こうコレクションというかね、あの、ユウのさ、あの髪型をバーってこうカレンダーじゃないけど、このいっぱいバーって並べてやったら意外に面白いかもしれないね。確かに結構変えてたかもしれないですね。うん、すごい、だからインパクトはある。うん、うん、あの、その曲のイメージ全く関係ないよね。まあそうですね。いや、まあ、いろんな歌歌うからあれだけどさ、いや、すごいなと思ってね、やっぱり。やっぱり自分たちの、あの、なんていうかな、このカラー出すためにいろんなことやってんだなと思ったんだけど、まあ、今からね、あの、やっぱり D51 もこれから15周年に向けて、まあ、どんな方向に、あの、行きたいような感じですか、このカラーとして。そうですね、だ、今回のアルバムが本当にやりたい音楽を勝手気ままにこうやった、うん、あの、詰め込んだアルバムだったので、なんかこういう自分たちの、その音楽を作る、なんだ、作り方というか、うん、を改めてこう再認識できたアルバムなので、なんかその気持ちのまま次の、あの、新しい音楽作りしたいなっていうのと、まあ、15周年っていうのもあって、僕ら、あの、沖縄の三線ノートとか入れたことなくて。あ、で、そうなんですよ。昔からめっちゃ言われてたんですよ、レコード会社とかから。うん、でも僕らはなんか嫌だっつってそのなんかこう、沖縄だから三振入れれっていう、三振なめんなよと思いながら入れなかったんですけど、まあ、もう30超えて、で、来年が15周年なんで、なんかこうちょっと三振入れた、その沖縄を思う曲も作ってみたいなっていうのを最近2人で話したりとかしてますね、今。うん、はい、お、これまた新しいね、テイストが入るかもしれないですね。はい、まあ、来年15周年に向けて、まあ、10周年と同じようにまた、あの、ね、メモリアルイヤーって形で美浜 の、 あのカーニバルパーク、はい、ね、あの、うん、生まれ故郷っていうか、うん、そこでもうやっぱりやるの、ストリート。まだ全然決めてないんですけど、まあ、でもストリートやれたらなとか思いますけど、うん、それはちょっと、まあ、事務所と相談ですね、スケジュールとかもろもろ。そうですね。でもやっぱり D51 って言えばな、原点な感じするよね。そうですね、向こうはもう、そうですね、完全に原点ですね。だよね、はい、
もう全然もう人がいない状態から、うん、ずっとずっともう毎日毎日のようにこうね、はい、歌ってね、はい、そうか思い出すな懐かしいですね本当にもう全然声が出てない時とかさ、うん、ありましたねいやそっかもういろいろやっぱり、まあ、さっきも話したけど何でもこの重ねて続けていくことのこの凄さっていうのはどの場面でもやっぱり感じるんだよね。すごいなと思っててもやっぱり一瞬で終わってしまったらあまり意味がないし、大してすごくないんだけど長く続けてること自体が価値があるとかさ、ちっちゃなさクリーニング屋さんで、うん、もう30年とか、うん、このやってるクリーニング屋さんがあったわけ。もうおばちゃんも変わらずね、で声かけられてすごい感動したもんね、うん、あ覚えてたんだとかさ、うんうん、あ長くこうやってずっと続けてることってやっぱすごいなとかね、うん、町のね刺身屋さんとかなんかあるじゃん、うん、商店ありますよね、長くやってるところってやっぱりなんか頭下がるよね、うん、ね確かにそうですね、うん、すごいいろんなだから紆余曲折人生の中でいろんな家庭のことやらいろんなことがありながらでもこの続けてきたっていうこの力っていうのはすごいと思う、うん、すごいですね本当に。雨の日も風の日も台風の日もねえ続けることのやっぱり素晴らしさっていうのは、うん、あるよね、うん、確かに、うん、そういう意味でもねぜひDゴチとしてもね長く続けてもらって、はい、まあ、年齢は重ねていくけど、まあ、その年齢重ねるなりのね、はい、味っていうの絶対あると思うから今言ったね、はい、まあ、そろそろ沖縄らしいの取り入れていこうかっていうのも、うん、やっぱり年齢重ねてきたから、うん、やっとね、うん、はい、思うところとかあると思うしでも、カヨト君は弾けてるんだよね、三味線。いや、僕は民謡の家ですけど、全く弾けないです。弾けなかった、はい、誰か、弾いてなかったっけ多分、僕っすか。あ、違うか家族はみんなやりますけど、うん、僕はちょっとずれてて、うん、僕も家が民謡家系なんですけど、ね、僕だけ弾かない一緒なんですよ。そうなの、はい、あら、そんな環境にありながら、なぜなんですかね。ポップス好きってそうそう、ポップス好きってえ、楽器は何もやらなかったっけ。ギター触るぐらいですかね、うん、でも人前で弾けっていうレベルではないので。え、やすはなんか。僕もギターとか最近ウクレレとか遊びでやってますけど、でも全然めっちゃ下手ですけど、ね。ユーは楽器とかやるの。あいつは多分ちょっとキーボード触るぐらいじゃないですかね、ピアノとか。なので本格的楽器っていうわけではなく。なんであのあんなね、周りにはね、どんちゃんとかいろんなね、いるじゃない、プロが、習える人いっぱいいるのに関係はあるのって言われたらそうですね生駒さんとか。生駒さんもね、うん、オールランドでできるし、うん、なのでライブでは D51 はちょっとコーナーも設けて優がピアノやってみたりとか、うん、やっちゃんがウクレレやってみたりとかギターやってみたりっていうのは作ったりはしてますけどね、うん、あ、ちょこっとちょこっとはやりますけど、うん、今度のこのバンドツアーっていうのは、はい、どういうメンバーなの。今回はギター、ベース、ドラム、キーボードなんですけど、うん、まあ沖縄メンバーで言えばギターがジンさんっていうのと、いつも一緒ですね、ジンちゃん。でベースが小杖さんっていう女性の方で、うん、でドラムがヒロトさん。あ、ヒロト、ね、はい、でキーボードがその東京の人なんですけど野崎さんって言って、松田聖子さんとかのピアノとか弾いてるようなすごい人なんですけど、ずっと生駒さんと昔バンド一緒で、九州の時の、はい、イージーバンドと九州で、うん、そのつながりで紹介してもらってみたいな感じなんですけど、うん、あ、そうなんだ、はい、このメンバーで今回もありますね。ああ、やっぱり D51 のドラムといえばヒロトだよねそうですね、ヒロトのこのバンドラムはさ大好きでさ、うん、俺ノリノリ、うん、リズム感がとってもなんか取りやすいっていうかさ、うん、ヒロトは最高だよね。そうですね、
あれ地獄車もやってんのまだ。いや今はやってないですね。やってない。やってないです。地獄車は。で、ヒロトがじゃあね、東京も大阪も行くんですね。はい、楽しみだねまたね。久しぶりじゃないの？打ち上げが楽しみですね。いつもはだから DJ とやってたんで、ツアーとかも今回バンドメンバーでみんないっぱいいるんで、なんか本当打ち上げが楽しみです。あ、そうだ思い出した。過去前あの東京の渋谷のね、スタジオ行った時に打ち上げ道玄坂の方の2階ぐらい上がったところだったかな、うん、打ち上げ俺もね、うん、参加させてもらったのが1回あったけど。思い出した。結構昔ですか。うん、そうそうそう。あ、なんだからワンなんとかワンネス？スタジオ？あ、スタジオ？あ、スタジオじゃないの、ライブハウス。どこですか？渋谷。渋谷。オーネストとかその辺ですか？ああ、だったかな。うん、そこのもう近くの道玄坂沿いの2階か3階のあったところの焼肉屋じゃないけど、なんか。そんな感じ。ああ、やったかもしれないですね。打ち上げ一回ね。その時リッキーさんはたまたまライブ見に来てくれたんですか、それとも。いや、わざわざ。マジっすか。ありがとうございます。わざわざ東京まで。そうそうそう、ありがとうございます。そうそう、行ったんだよね。あ、そうなんですね。思い出したよ。楽しいよね、打ち上げもね。うん、打ち上げが楽しみ。確かにね。まあ12月といえば美味しいのいっぱいあるからな。はい、ということでもうあの残りねもうあと2分程度になってしまったんですけど、うん、あの何かあのファンにメッセージとかありますか、ヤスの。そうですね、本当に今回このミニアルバム WIM っていうあの、ま、気まぐれみたいな意味があるんですけど、うん、本当に自分たちの今そのやりたいこととかあの思うことをすごい詰め込んだアルバムで、もう流行り音楽ではないんですけど、うん、アイリッシュカントリーとかちょっとオールディーズな感じとか、うん、すごく楽しい曲ばっかりなので、ぜひあのいろんな人に聴いてほしいのと、でまた今回久しぶりにバンドでツアーやるので、うん、あのその沖縄のちょっと空気感をこう楽しみに、来てもらえたら嬉しいなと思っております。うん、ぜひね、冬のツアー12月のね、WIM ツアー、バンドツアーね、WIM、はい、12月1日東京渋谷ね、12月2日大阪、12月10日の、沖縄の、アウトプットということで、はい、ありますんで、お近くの方はねぜひ足運んでもらいたいなということで、詳しいことはあの D51 のオフィシャルサイトで、確認してください。はい、はい、ということで、あとまあまあ皆さん知ってるかもしれないですけど、まあ、僕も、今トクマジャパンさんからね出てるってことで、まあ、メジャーデビューの時はポニーキャニオンさんだったじゃないですか、はい、これ、事務所を移る時って何かあるの、何かあったの、特にどういうきっかけでとか。あ、いや普通にもうポニーキャニオンすごい長年やってて、なんか違うその空気っていうか違う世界でまたやってみたいっていうので、まあ、事務所と相談してちょっと移ってみたんですけど、うん、はい。あ、まあちょっと雰囲気っていうかあれを変えるために。そうですね、はい、あ、そんな感じでこの事務所変わっていくんだね。レコード会社レコード会社、うん、あ、じゃあ今いい感じでトクマジャパンさんと。あ、でも今回WIM はあのトクマじゃないんですけど。あ、そうなの。はい、これはあの本当に今回は、うん、だからインディーズとして前も一回やったんですよ、うん、あの Yet the Earth Does Move っていう同じミニアルバムでインディーズで一回出したのがあって、うん、それがすごい好評だったんで。あ、そんなのもできるんだ、はい、やってみようっつってやったアルバムです。なるほどね。まあ今回のね、バンドツアー WIM、はい、ぜひね大成功大盛況に終わりますようにね、はい、ありがとうございます。記念してますんで、はい、体に気をつけて。ありがとうございます、ね、頑張ってください。ユーニもよろしく。あ、言っときます。はい、また来年ね、はい、年明けにでも出てもらえればよろしくお願いします。はい、もう12月ですから良いお年を。良いライブツアーを。はい、ということで、D51 のエアスと、コーラスの平田君でした、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。さよなら。